たまちゃん、今日は私のいいことがありました。私が5年間使ったパソコンですが、もうあまりにも遅いんで限界に来て、とうとう買いました。俺のパソコンが一番古くなっちゃう。この箱がそうなんですけれども、スライム兄弟さんたちももうしっかり上に乗っかって、どんなものかと思ってます。横にあるのは 3DS ですね。これは昨日だっけ買ったの？一昨日買って、そらくんがずっとやり続けてます。ではそらくん、例によって開封をお願いいたします。じゃあこちらに見せてある。いやこちらの乗ってるスライムさんたちは危ないですよ、そこに乗っかってると。お、振動で。これでかいからね、ちょっとさ、マジで。スライムたちはこっちで見てください。これ君一人の力で出せないと思うんだけど。低い。どう。今回買ったパソコンは、本体だけですね。なんか入ってて。いろいろ入ってますね。モニターは今使ってるやつをとりあえずこれごと出して。使おうかなと思ってます。それなんだろうね。キーボードか。キーボードじゃない。さあ、どんなでかいやつなんでしょうか。ちょっとでかいタワー型のパソコンですね。ドスパラという通販ショップで、買いました。いろいろ増設したりしてですね、値段は9万8000円ぐらいになってしまいました。はい、ここから出てきました、うん、なかなか結構大きいやつですね。今そらくんが横に持ってるのはキーボードですね。これキーボード開けてみよう。これが DVD なんですけれども、この下が、リムーバブル用のやつですね。で、SD カードとか読めるやつがこうついてると。はい、たまちゃん、これでお父さん動画編集ができるようになりました、はい、今までのは遅くてとてもじゃないけど、いいね、みんなこういう型で。俺のだけノート。何を言ってんだ。何を。俺もこういう型が良かったな。打ちやすいし。そうなんだよね、こういうやつのボタンの方がいいんだよ。うん。もうノートってキーボード打ちづらいよね。俺もあんまり好きじゃないんだ。さあ、じゃあこれからちょっと、とにかくマウスも出して、マウス電源をつないでみたいと思います。それマウス、それ違うんじゃない？さっき白い箱なかった？これだ。こっちはこっちからじゃあ開封。これは関係ない。釘って書いてある。釘っていうかパーツ。ほら、重要ケースってことか。マウス。あ、マウスだ。ケーブルだ。あ、本当だ。これなんで無線なんだ。ケーブル型のマウスはやだな。今時な、ね。じゃあちょっと今度はここでセットアップをこれからやってみたいと思います。たまちゃん、そこどいてくれる？ちょっと。やだ ね。ここすっかり毛が抜けちゃったね、君ね。ツルツルだね。うん。なんか言ってよ。どう、このパソコン。いいんじゃない？いいでしょ。もうパソコンだけで10万円近くしてんだからさ、大変よ。もうお父さんすっかり貧乏になっちゃったよ。1ヶ月1万円生活。1ヶ月1万円生活で、おまけに 3DS も買っちゃったしよ。はい、では今日はこの辺で終わりにしたいと思います。ラブ、そこは私のパソコンの箱なんですけど、お風呂じゃないですよ、そこ。風呂入ってた。もう入ったら絶対やばい。なんか前来たやつは箱でかくてさ、そこでびっくり箱やったよな、うん、さあ、なんか難しかったの今日な。明日にしようかな、セットアップな。あ、そうだ、これ乗っけてみるか。スライムちゃんたち。スライムちゃん、はい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 。
どれ。あ、タマちゃんスライムの匂い嗅いでます。ハグちゃんが乗れない。ハグレメタルが乗れないですね。もう満員御礼ですね。いいね、これはいいね。絵になってるよ。はい、チーズ。